まず27日の知事会見におきまして、まあ、県民局長への処分とか発言がですね、やはりハラスメント性があるんじゃないかなということについて、まあ、フォーカスして質問させていただきたいなと思っております。まず1点目はですね、3月27日の会見というのは、県民局長が文書を作成した本人、当人であるというのを特定して PC を押収してから2日後という、時点の会見でありましてですね、まあ、まともな事情聴取がされていない段階での知事の発言だというところでございます。この3月27日に、まあ、退職をする、3月末で退職をする予定であった、元県民局長の退職を保留してですね、元県民局長が自ら見つけていた再就職先への、着任ができなくなっております。で、このこと自体がですね、再就職できなくなっていること自体は、まあ、精神的にも経済的にもかなり大きなダメージを与えるっていうような事象だというふうに捉えることができると思っております。で、実質的にはですね、懲戒処分としては停職3ヶ月ということになっているんですけれども、この退職を停止したことによる再就職できなくなったということが、合わせ技でですね、かなりその懲戒の、処分としてはですね、過剰な結果になってるんじゃないかなというふうに捉えることができると思っておりまして、まあ、本来民法上はですね、退職の自由というのが民法627条で定められておりますけれども、公務員はある程度一定の制限がかけられるという中で、この退職4日前の元県民局長の退職を保留にさせるほどのことだったのかという判断をですね、どのように考えて検討されて結論に至ったのかなというところのお考えをまずお聞きしたいと思います。はい、20日以降文書を把握しまして、内容が元県民局長が作られた可能性が高いということで調査をさせていただいたということで、そして雇用メールから判明しましたので、25日に、まあ、本人に事情聴取をしたというところです。で、その際に雇用パソコンについては、これは公用ですから一旦持ち帰らさせていただいてチェックをしたところ、今問題となっているこの文書含めて、それ以外の3つの要は不正アクセスであったりとか、業務時間以外に作った文書とか、まあ、それから職員のハラスメントというふうに想定される文書のデータがデスクトップ上の同じフォルダ的なところから出てきましたので、これはやはり明らかに懲戒処分に該当しうると想定される、まあ、非行為が蓋然性が高かったんで、なので人事担当とか、まあ、あと副事の方からこれは一旦退職後が保留をして、そして調査をしっかりするということが大事だと。で、退職保留とともに、県民局長の任にやっぱりふさわしくない行為をしていたという可能性が高いんで、降格処分ではないんですけど、部長級である総務部機に人事異動させていただいたというのが、27日の対応ですね。はい、対策ですね、これにしたことで再就職ができなくなるということの影響は考慮されましたかという質問なんですけど、そこはご本人がその再就職先にあるところに聞かれようとするところは把握してたと思いますけど、ただ一方でやはり文書の作成ルフ含めて、さっき言った4つのやっぱりこう懲戒処分に該当しうる行為をしてた可能性が高いということで、その証拠もやっぱあったことです、ね、だからそういうことではなくて、それは保留をすることでの経済的損失というよりも、やはり公務員として懲戒自由に該当することをやっている可能性があるのであれば、そこは退職を保留をさせていただいて処分を向けた調査をするということはその時の判断としてさせていただいたということです。まあ、料亭がですね、任命権調査会見の乱用に当たると、もう退職の再就職妨害という不法行為に当たる可能性もあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、その辺の検討はどうだったかというのをちょっと確認させていただきました。次の質問に移らせていただきます。この会見でですね、元県民局長を、まあ、県民局長という、まあ、個人を特定した上でですね、
処分に、まあ、処分するんですかという質問に対して、処分に関しては今後の調査結果次第ですが、本人も作成といって無付を認めているので、懲戒処分を行うことになると考えていますと、懲戒処分することを予告しているんですね。で、これが果たしてどうなのかというふうに思っておりまして、県の懲戒処分指針に沿って、知事は散々会見等でもですね、適切に懲戒処分をしたというふうにおっしゃられているんですけれども、まず処分の公表時期では基本的に処分を行った後にする。指針には書いてるんですね。で、氏名の特定については、公表する処分のうちその内容が故意もしくは重大な過失による事件もしくは事故で社会的影響が極めて大きいと判断される場合か、新聞の報道によりもすでにその氏名が公にされている場合のみということになってるんですけれども、そういう意味においてこの3月27日時点ですね、西有馬県民局長を名指しした上で、懲戒処分することになると思いますという予告をすること自体は、この県の懲戒処分指針に違反することではないかと思うんですけど、その点はいかがでしょう。そこは私は違反するかどうかを、今コメントすることは、差し控えといたと思いますけど、適切な調査をして、懲戒処分をする可能性があるということを申し上げたということです。ただ一方でその時その日同日で、元西有馬県民局長を県民局長の任を解いて総務部付きにするっていう人事の発表をしてましたので、この発表は何かということをやはり聞かれてます。で、それは聞かれたことに対して一定答えるということも必要だということの中で、そういうふうに話をさせていただいた。これですね、人事当局から前回の百条委員会にもコメント、証言ありましたけれども、に対して、想定問答を1問だけ渡してましたと。で、その想定問答は今回以上、県民局長にふさわしくない行為があったので、県民局長の職を解くものである。詳細については申し上げられない。調査が必要ですので申し上げられない。だけ答えてくださいということで、多分、想定問答が渡されているはずなんですね。にもかかわらず、処分する予定だみたいなことを言ってしまっていること自体はやはり問題じゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。あの会見で確かに私は人事課が出してきた想定にないことを述べさせていただきました。これはなぜしたかという理由とですね、やはりその時先ほども言いましたけど、パソコンのデータの中に4つの非行に該当するということが確認できたという報告があったので、そこは4つの非行為が明らかに想定されるので、私としては空いた発言をさせていただいたということです。かつ、やはり文書というものが個人の名前とかをかなり特定しているものが多くて、やはりこう一定のやっぱりこのまま放置しておくと大きな影響を及ぼす可能性があるんじゃないかということから、あの場で、この文書についての注意喚起含めて述べさせていただいたというところです。わかりました。ちょっと真犯だという指摘をさせておいていただきます。で、最後に一問だけ、いつも文書800ということで、ご本人も反省していると、強い表現をしたことで反省していると言ってますけれども、この言葉自体がハラスメントではないかと。で、ご本人自体も、元県民局長自体も、自分を社会的に抹殺する、パワハラだというふうに、4月1日付のマスコミに送った文書にも明確に書かれているんですけれども、この反省しているとおっしゃったのは、元県民局長に対して、パワハラ的な発言を行ったことを反省して、謝罪をしているという言葉であると捉えてよろしいんでしょうか。言葉として表現が適切だったかという意味で、よくなかった面もあるということで反省しているというふうに言いましたけれども、思いとしてはやはり今でも、文章については私はやっぱり誹謗中傷性の高い文章だというふうに、全ての項目についてですね、一つ一つ挙げるのは今日は時間がありませんけれども、そういうふうに強く認識して、かついろんな人の名前とか企業名含めて晒されてしまっているということで、さっきちょっと適切だというふうにご指摘いただきましたけど、やっぱり一緒に仕事してきた中として、ああいう文章を作成され、準備されたことに対して、大変残念な思いというふうにありましたので、私としてはそこでああいうふうな発言をさせていただいたということです。先ほど、どなたかも触れられてましたが、これ確か月曜日の記者からの質問に答えられていることで、
アンケートの4番にパワハラを見聞きしたという結果について問われた知事は、残念な思いで言われた。僕は本当にも耳を疑いました。コミュニケーション不足で受け取りのズレが生じた結果との発言もありましたけれども、これは自分は一生懸命伝えてるんやけど職員の受け取り方に原因があるんですとも聞こえます。先ほど黒川委員が被害者のような感じでも聞こえる、私もそう思いました。このシーンもう一度お聞かせください。先ほども言いましたけど、自分なりに、ここ3年間一生懸命仕事をさせていただいたというところです。これはやっぱり県政、県民の皆さんにとってのいい仕事をしたいという思いでさせていただきました。その時に、やはり強い口調とか、私もやはり間違った言動があったかもしれないんですけど、それが多くの県職員の皆様にすごくこう広がってしまって、それがいろんなこう足されるものもあってですね、それで広がってしまっているということです。そこでちょっと繰り返しになりますけど、私としては一生懸命やってきたつもりなんですけど、職員の皆さんに結果的に不快な思いとか知事の行いとか、それから言動がやっぱり良くないよねという思いを抱かせてしまったことの、やっぱりそこに対してやっぱり自分も力不足というか、そういった意味で残念だというふうに言わせていただいてます。言動がすぐ広がるっていうのはうまく使えばこれいいと思います。アンケートの中にね、ボトムアップというか、これアンケートですよ、知事に報告協議することは極めて難しく、知事の興味のない話があった場合は、なんであんな話を貴重な時間を割いて聞かなければならないのかと言って怒り、逆に報告するまでもない事案が新聞に載ると聞いていないと激怒するので、知事に説明すべきか判断が難しい、部長から聞いた、上司から聞いたか、また知事は興味のない事業は知事協議するのが困難と多くの職員が回答されてますけれども、この知事協議、これ秘書室長がグリップしてたと思うんですが、この要否は基準があるんですか？これ知事はどのように指示をされてたんですか？知事協議については今もそうなんですけど、私が指示してはないですね。基本的に秘書室が担当さんが部局からのこう励行したいっていう要望を受けて、でそれを取りまとめて秘書室長とか秘書課長が日々一生懸命考えてくれて、知事の日程の中でこれが入れるかな、あれが入れるかなっていうのをやっていただいてまして、でそれを私が毎日明日のレクチャーとかはこれが入りそうですっていうことを日々報告を受けて分かったというふうにやってます。でもちろんレクをちょっと急遽入れてほしいとか、そういったことを私が指示することはありますけど、基本は知事協議を何を入れるか入れないかっていうのは秘書室で担当部局と話し合いをしながら、ちょっとここは待ってよとか、急いでよとかっていうのをやりながらやってましたんで、私が一つ一つについて入れる入れないっ